刻は3時になりました。 TBS ラジオ、TBS ラジオ玉結び赤江珠緒です。水曜パートナーは博多大吉でございます。東日本大震災の、ね、はい、4周年追悼式の模様をお聞きいただきました。はい、日本中がちょっと祈りを込めるという時間になりました。水曜日ここからはですね、週替わりのラジオコラム面白い大人です。毎月2週目は作詞家でコラムニストのジェーン・スーさんによる中年観察コラム通刊現代です。今日は、中年と中年に関係のない春のあれこれというテーマでのお話です。この後スーさんご登場です。TBS ラジオ954それでは作詞家コラムニストのジェーン・スーさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、お二人花粉は、スーさん、花粉ですね、完全に、完全に、完全に目が今違う、もうね、ちょっと腫れてます、ちょっとドローンとされて、全体的に、はい、あのねちょっと半眼っていうか、なんかこう、ちょっと仏像っぽくなってきましたね。そうですね。お二人花粉はって言われた時、目が合った瞬間、ちょっとびっくりしました。意外と我々、奇跡の40代に、と呼ばれてます。まだ今のところ大丈夫なんですけれども。はい、羨ましいですね。花粉はやっぱり。で、いつ来るかわからないでしょ。そうですよね。私ね、去年も同じような話をお二人としてた記憶があるんですよ。違いましたっけ、去年。いや、言った記憶が、ね、今年も今のところセーフ。すごい羨ましいですね。花粉歴どれぐらいですか、スーさんは。10年ぐらいですかね。やっぱり突然来ましたよ、ある日。もともとアレルギー体質だったんですけど。育ちもあるのが、あれ、杉の花粉なんですよ、杉の花粉。九州ってもう杉だらけなんで。あ、そうなんですね。うん、だからもう、昔からもういっぱい吸ってるんで、メニューがついてるのかな、ひょっとしたら。北海道の人は逆に杉が全然ないから、あの、しばらく杉花粉に東京来てもなりにくいみたいな話は聞きましたけどね。あ、そうですか。いろいろあるみたいですね。っていう中年というとね、やっぱ春。がもうね、一番は花粉症の話題ですか。花粉症の話題です。中年は、はい、今回のテーマはですね、はい、そういう話ばっかりだと、少しね、鼻もすっきりしないので、はい、中年と中年に関係のない春のあれこれ、うん、口がもう回ってないです。すいません、はい、をさせていただきます。はい、初めにですけれども、春は出会いと別れの季節と申しますけれども、うん、中年になるとそれすらもあまりメリハリないですよね。まあ出入りは少ないですね。ぼんやりしてきますよね、うん、昔みたいに、ね、入学式とか卒業式みたいな華やかなことが ね、ないです。それ転勤とか転職っていうのが団体時期がそんなに定まんなくなってくるじゃないですか。はい、で学生時代の卒業式とか、うん、覚えてますか、初めて勤めた会社のこう新人研修とかね、そういう初々しい思い出とは程遠い。あのね、思ったんです、春って新陳代謝の季節なんですよね。うん、冬の間じっと我慢してた体が、うん、こう春になって芽吹いてきて季節も変わって、うんうん、まあでもね、中年全身人生単位で滞っていると全然代謝してない、代謝悪くなってますから、なってますよね。なので今回は失われた春の思い出っていうのを半径50メートルで調べてまいりました。はい、まず思い出の卒業式。あ、いいですね、卒業式。はい、ね、あのこんな曲もありました、卒業だけが理由でしょうか、うん、これねかかってきました、懐かしいですね、うん、春なのに、ね、春なのに、うん、これね、あの柏原芳恵さん、はいはい、歌ってらっしゃったの1983年。うわで、ね、そう1983年って聞くと、うん、あ、そんな感じみたいな感じなんですけど、うんうん、その80年代であった、うん、あの計算するとね30年以上前なんですね、うん、そうなるんですね、うん、結構、うん、ね、物心ついてる年が相当ついてますよね、はい、でやっぱりあの時いい曲だなと思っていまだに聞かれたりしますけど、うんうん、中島みゆきさんの作詞作曲曲なんですね。アイドルってやっぱりその時代その時代のこうすごいソングライティングの才能ある人にこうあの発注が来たりするんで、これが残ってるんだと思いますけれども、うんうん、まあ、あとね、卒業式で泣かないと冷たい人と言われそうっていう斉藤由貴が歌ったのがこれですね。ああね、キュンとしますよね、いまだに聞くとね、はい、うん、あれが1985年、うん、こちら松本隆さんの作詞で堤恭平さんの作曲と、うん、ゴールデンコンビ本当に、うん、でどちらも後世に歌い継がれる作品なんですが、うん、まあですね、甘酸っぱい思い出たくさんございますけれども、はい、それぞれ皆さん、うん、昔の思い出っていうのを掘り起こしていただきたいと思います。うん、まず、私の周り半径50メートルのお話をさせていただきましょう。これに合いますよ、この曲に。仲良しの友達と卒業アルバム制作委員になったんだけど、作ってる間に大喧嘩をしてしまった。うん、お互い意地を張って一言も喋らずに卒業式を迎え、うん、このままお別れも嫌だなと勇気を持って話しかけた。うん、顔を見た途端、自分も相手も感極まって大泣きしてしまい、何も言わずに仲直りできた。人前であんなに泣くことはもうなさそう。38歳女性。あ、なんかいいですね。
学生してますね。キューッとなりますよね。卒業アルバム制作委員ってあったね。あった。あれ以来何の意味もなってないですよ。あったあったこれ。なりました。ね。小学校の時なんかガリバンでしたもんね。あ、卒業アルバムが。そうだ。はい。卒業アルバムが、はい、卒業アルバムがガリバンで文集みたいなやつ。文集ですよ。アルバムはアルバムでね。アルバムはアルバムで。業者が。あ、そうでした。ちゃんとやってると思いますけど。そしてまあこれでね、卒業式といえばボタンですよ、男性でいうと。まあ僕らの時代はそうでしたよね。もう大半が学ランでしたからね。42歳男性の方のエピソードをお話ししましょう。はい。中学の卒業式、下級生の女子にはそこそこ人気の先輩だったので、うん、第2ボタン来るなこれはと予備のボタン2個まで家から持参して卒業式に出席ほうほう、ニヤニヤしていたら午前中からボタンをボロボロ取られている同級生男子を横目に、自分は誰からもボタンをねだられなかった、ポケットの中で予備のボタンを2個カチャカチャともてあそびながら式の後も学校に1時間以上残っていたが、結果的に予備のボタン2個とともに帰宅、これね、もらいに来た後輩っていらっしゃいますか。私はもう最初からあげる気がなかったので。え、うん、そうなんですか。まあまあ誰も来ないだろうなっていう以前に、いやいやあげませんよ。あ、なるほど、俺のもんだよ。大事な思い出なんだから僕のっていうね。でもこの式の後、帰るタイミングって今思えば難しいんですよね。そうですよね。それで解散ってなってすぐ帰ってもいいわけなんですよ、で実際帰るやつもいたけど、まあ、ちょっと写真撮り合ったりしてね、でもその輪に入れないともう帰るしかないですよね、切ない話ですね。そうそう、でなんかお母さんがこっち見てるとかなかったですよ、親が中学ぐらいからいるからもうそろそろ帰ろうかみたいな。あ、そうでしたね。高校になるとほらみんなと一緒にどっか出かけたりとかその後しますけど、そうか、中学くらいの時はね、やっぱ家に直帰、高校も直帰ですね。マジっすか。直帰しましたね。高校卒業式自転車でビャーって帰りましたね。私高校の時は終わった後、女子校だったんですけど、みんなで学年の仲いい子たちと20人か30人ぐらいで、カラオケボックスを借り切って、その大きい部屋をでみんなとカラオケやったんですけど、卒業式の引き出物がスワマだったんです。紅白スワマ、まんじゅうみたいな。そうです。で私スワマが大好きだったんですけど、まあ、女子高生って乱暴じゃないですか、いらないこんなのみたいになって、あげるあげるっつって目の前にスワマが20本ぐらい溜まってでもっと恐ろしいことで家帰るまで食ったんですよ。それね、若さで、バカだ、本当。持ち込み自由のボックスでよかった。本当に、それ。バック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 白とピンクのに。どんな卒業式でもらわれてあんま美味しくないですよね。大量に作ってるから。そうですね。でもスワマ好きですけどね。スワマ美味しい。今だったらそんなにいけないですね。さすがに。ちょっとね、喉演芸がちょっと障害あるかなっていう感じしますけど自分も。ね、いやでボタン磨いたりしてましたよ。なんかボタン、あの袖のボタンとブレザーだったんですけど、中学の時とか。みんな磨いて、なんか銀色っぽいボタンが金色になってくるんですよ、磨くと。キラキラして、でそうすると上級生っぽくなるっていうので、磨いて磨いてなんか後輩にあげるみたいなとか、ちょっと制服の差別化とかありましたよね。ありましたね。でですね、まあそのボタン絡みなんですけれども、もう一つエピソードいかせていただきます。本人含め先輩にも同級生にも大ファンであることがバレバレだった中学時代の A 先輩、この先輩に卒業式の日第2ボタンもちろんもらうつもりだったと、本人にもそれとなくそれを伝えていたので、まあ大丈夫だろうと余裕をぶちかまして、ふらっと行ったところとすでに他の女子がボタンを持っていった後でした、あら、なんとその女の子、この方の同じクラスの女子だったのに、A 先輩のファンだったことをお首にも出さず、一切言わず、逆に言うとその人が、散々 A 先輩好き好き好きって言ってやってた、のを尻目に、だったらもうちょっと早く行けば取れるかなと思ったのかどうなのか、A 先輩 A 先輩で私からなんとなく来ると思ってたのに、私って言ってますけど、これスーさんの、これ言っちゃいました、ごめんなさい、これ私の話です。人の話として話そうと思って失敗するパターン来ました。これ私の話です、本当に。中学時代の三田先輩持ってたの、市川さん、この野郎。なんかさ、中学時代の女の子って、みんな、なんていうの、協力し合うでしょ。そうなんです。だから、あの先輩は私のもんだから、そうそうそう。なんかね、みんなよろしくね、みたいな感じで、分かった分かったみたいになるのに、スーさんの場合は、一人裏切り者が出たみたいな。ビッグ、おとなしい子だったんですよ。本当におとなしい子で。怖いですよね、おとなしい女の子の情念というか、出し抜く女っていうの初めて知りました。でその時のその出し抜いた方、はい、別に知らなかったって可能性はないですか。ないです、
もう散々私がその先輩のことを、うん、あの大ファンだったのに、そんな広めてたらスーさんもすごいと思うけど、手つけんなよみたいな感じで本先輩の方の意思まるでなしですよ。へー、それはすごいですね。 でその先輩もちょっと悪そうに、うん、ごめんねみたいな、うん、なんか他の子来ちゃってすごい頼まれちゃってみたいな、うんうん、私もここリザーブかかってるからみたいなんで、そうそうそう、第三とかに来てくるわけじゃないから、そうか、可愛い後輩ぐらいの感じだったんで、そうだったんですね。まあ、その時 の、 みあの名前言っちゃいますけど、ビタ先輩が、うん、もう大吉先生そっくりなんですよ、本当に。あら、今日写真持ってくればよかった。そう、じゃあ私見たら今日ボタンねえと思って、はい、T シャツでなんか無念を晴らそうと思ったんですけどなかったです。そうですか。でもじゃあ、その三田先生はもらったにしたことあるんですか。うん、いや、もらっ、あのね、うん、中学くらいの時ってあんまりね、男子にこう目がいってなくて、うん、女子の先輩にすごい憧れてるような、バスケ部の部長とかそういう感じのね、はい、あるある、そんなの、うん、で女子の先輩からもらって自分のなんかこう制服と付け替えみたいな、うん、ああそういうのが流行ってたんですよ。なんかもう脳がじわじわ変なとこ飛びてくるっていうか、なんかそういう時代だったから、ちょっと男子に行ってなかったんですね、その時は。うん、まあ、そして大学になりまして、今度女子大なんかだとバーンと袴で卒業式やったりするじゃないですか、はい、あの時にすごい話を聞きました。なんと某マンモス女子大、卒業生女子大で1000人、うん、で大多数が大学の生協でレンタル の、 あの振袖とか袴、うん、着付けをするそうなんですよ、うん、どういうことになるかというと、うん、卒業生たち式当日普段着で登校して、うん、着替え用にでかい部屋がドーンと用意されていて、うん、そこに着付けのおばちゃんがドワーッといて、うん、そうですよね、もう5分おきにバンバン入っていって、うん、はい可愛いね、はい着替えた、はい写真って言って、うん、やっていくんですって。ハイカラさんが通るみたいな、あの格好がバンバンできてくる、量産で、まあ、その子はなんかそのお手伝いかなんかをしてたらしいんですけど、はい、完全に家畜の出荷だったっていう。あの傾向が忘れられない、光景が忘れられないって言いました。まあ、一気にですからね、大量生産ですよね。もうね、へー、はい、そうか。そして卒業式の他にまだあります、うん、中年には関係ない春の出来事、はい、状況です。状況物語、状況物語、ね、はい、私東京生まれの東京育ちなんで、ちょっと状況の経験というのはないんですけれども、うん、はい、よく考えたら偉いですよ、大学とか専門学校18とかじゃないですか、うんうん、18で親元離れて、うん、戸締まり日の元、うん、確かに、で、ね、光熱費払って、はいはいはい、よくやるわっていう、うん、でそれぞれ思い出があると思うんですけども、いろいろ聞いてきたところ、うん、まず A さん、まあ、A さんごめん、A さんばっかりですね、今回。関西から出てきた方です、神戸出身の方、うん、大学で東京に出てきたので、最初東京弁のメンズが全員オカマに聞こえたと、言葉が、あ、なんかそう、そうじゃん、そう、そうじゃない、そうじゃないとか、僕とか、うん、僕とか、そういうのがやっぱ完全にあのなよなよしくて、うん、結構びっくりしたって感じです、うんうん、あと東京に来て新しく使うようになった言葉っていうので、うざい、関西だとうっといっていうらしいですね。うっといね、うっといって言いましたね。あと平気平気っていうのも関西の時には使わなかったそうです、うん、大丈夫大丈夫って、平気ってかなりね洒落た言葉ですよ。そうなんですか。平気って言わない、うん、平気っていうのは漫画の中でしか使わない、日常生活で平気って言わないんですか。平気ってそういえば使ったことなかったんです、うん、それを言うようになったと、はい、42歳東京の方だったんですけど、うん、今度37歳男性の方です、はい、上京して驚いたのは渋谷のスクランブル交差点、うん、祭りか何かをやっているのかと思ったと、うん、これはもうあるあるですよね。それは思いました、ね、それも本当に思いますね。みんなあるあるで言いますけど、うんうんうん、これ何があるあるの面白いって、うん、10人中8人ぐらいがこれ言うんですよね、うん、何なんですか、そんなに祭りですか、うん、いやもうだって地方だと本当に祭りしか集まらない、うん、あの規模は、ね、見ない花火大会の規模なんです。ああなるほどなるほど、うんうん、でスクランブル交差点の何が恐ろしいって、うん、信号変わってみんないなくなるでしょ、うん、はいはいはい、で次の信号でまた同じ量が溜まるでしょ。ああ確かに、それがずっと繰り返されるから、うん、本当に祭りどっかでやってんじゃないのか。そうそうそう、そうかそうか、どっかから人が出て、うん、祭りでもやってないとあんなに集まんないだろうと、うん、何の用事があってここにこんなに大量に人が、うん、みたいな、うん、これは奥の方で花火が何かがあって仕上がるに違いないってやっぱ思っちゃうんですよ。そう、今回その状況についてのエピソードありますかって言ったら、いやスクランブル交差点がっていうのは結構出てきて、やっぱこれ本当にそうなんだ、本当に思いますね、うん、ね、うん、あとまあ切ない話もありますね、はい、上京する日早朝に両親が地元の駅まで車で送ってくれたと、うん、お互い明るく振る舞ってその時うまく感謝を伝えられなかったのを覚えてる、43歳女性、うん、お二人はどうやって、うん、出ていらっしゃったんですか、東京には。電車で、いやでもそれはそうなんですけど手段、はい、手段でいいんです、手段でいいんですけど、例えばそのいや親に送られてとか友達に見送られてとかっていうのは。いや親に送られてだったと思いますね、今思えば。カラッとした感じでした。
いやなんかジメッとしてましたね。泣いちゃったりしたんですか。いや泣いてはしないんですけど、はい、なんか父親がじーっとこう人が入ってこれないところのエリアのところまでギリギリまで来てじーっと見てるみたいな、はい、泣きはしないけどじーっと見てるから、うん、じーっと見てるって辛いね、うんうん、改札口のところじーっと見てるみたいな、はい、なんかそんな感じは今思い出しましたね、これで、うん、ね、なんかいろいろ大吉さんは、いや僕も35で出てきたん で、はい、ね、だからもうそもそも実家はもう出て福岡市内に住んでたんで、はい、うん、別に東京行くことが決まっても不運みたいな感じで、まあそうですね、それ大人だと、うん、だったですね、うん、だからあんまり引っ越しを僕してないんですよ。何回も東京と福岡を往復してたんで、あ、なるほど、全部スーツケースに詰めてちょっとずつ小分けで運んだみたいな、感慨深くな。そうなんですよ。確かに、ね、大人の状況でしたね。そうですね、うん、状況ふーんってすごいですよね、うん、だからここから今日がこ今日からここが俺の城だみたいなのはなかったです。少しずつ少しずつ、うん、バレないように持っていく感じで、いろんなとこで言ってますけど、僕最初に住んだのが調布だったんですよ。あ、はいはいはい、はい、で調布ってなかなか田舎、そうですね、じゃないですか、結構、うん、だから東京って聞いてきたのに、うん、福岡時代より田舎に住んでるなぁと横田んぼじゃんと思いながら、当時はそうかもしれないですね、うん、横が畑だったんですよ、うちの調布の時は、私渋谷区だったんで、一番先に行った時がで、うわどうしようみたいなところでね、一人夜迎える時に、うん、カーテンをとにかく釣らないとこれ外から見えると思って、そうだそうだ、うんうん、でこう荷物の段ボールから、はい、あーカーテンカーテンと思って出してきたらですね、知らなかったんです、カーテンって対になってないバージョンがあるんですね。あ、片側しかない、片側しかない、はいはい、で片側しか釣れずに片側がめっちゃ丸見えだけどどうしようみたいな、両側空いてるか片方空いてるかにするしかない、はい、真ん中ら辺にして、はい、そうですね、それでなんかすごい不安な夜を迎えたのが状況の夜でしたね。そうそう、なんか別の友人の子はその関西に今度引っ越したタイプの状況というか、はい、関西に行った子なんですけど、うん、初めての一人暮らしで夜中冷蔵庫の音が大きくて、うん、なんかなんでこんな思いをしなくちゃいけないんだって泣いたって。そうですね、若いって言うな、夜中は来ますね、夜中ね、うん、テレビつけると、うん、見たことないテレビが始まったりとか、そっか、はじめましてのアナウンサーの方がニュースとか読んでると、はいはい、うん、うわー、えらいとこ来たなーってやっぱ思っちゃいましたね。そうですね、それは確かにあるかもしれないですね、うん、天気予報の天気図で福岡がないとか、うん、そうそうそう、で天気図の見方が若干あれ、ちょっと待って、ここ東京でこうとか、なんか見慣れてない天気図で、うん、エリアのね、分け方になるじゃないですか、うん、ローカルになればなるほど、確かに、うん、いちいちボディブローできますね、そういうの続くとね、うん、そうそう、あんなでじわじわと、ああ上京したんだって思いましたね、うんうんうん、ね、で次にですね、最後なんですけれども、はい、中年には関係ない春の出来事といえば、はい、自己紹介でございます。自己紹介、これしなくなったと思いませんか、自己紹介、うんうん、自己紹介、そうですね、うん、まあ言われたら、まあ、漫才なんかではね、はい、それは自己紹介しますけど、まあまあ、それはそれですもん、そうですよね、うん、君誰、自己紹介って言われないじゃないですか、もう、まあ立場上言われないから、そうですよね、うん、でも昔って自分からほら自己紹介して、うん、こんにちは、うん、誰誰何やに、うん、何歳どこから来ましたとかやったじゃないですか、うんうん、やりましたね、若い頃はやってましたよ、うん、ね、うん、でですね、まあ40歳女性の方、中年になって自己紹介で、自己顕示をしようという欲がなくなり、うん、そういう機会があるんですって、お母さんとかだとなんかこういろんな会に行ったりするとね、うんうん、求められているもの、つまり次の会話につながるものを自然に出せるようになりました、うん、昔は好きな映画や音楽で人とは違うこだわりを見せようとしてしまった自己紹介で、そう、今では誰もが知ってるものや興味を持ってもらえそうなものが話せます、あ、ジムジャームシュ見てますみたいな、そんなこと言われますけど、言われた相手はあってなります、あってなりますよね、展開、うん、そっからのむしろ展開の方が大事だからっていうね、これでもう一人いましたけど、同じようなことやっちゃった人、新卒で入って画用紙の大きなの渡されたんですって、うん、でここに一人一人自分の自己紹介を書いて、同期の中で自分をアピールしなさいみたいな入社前研修があったんですって、うん、でみんな思い思いのその大きな画用紙に似顔絵を描いたり色を使ったりとかやってる時に、一人だけこれ恥ずかしいでしょうね、今思い出したら、勝訴って書いてバーってみんなの前に広げたのがいたらしくて、これでやっぱり21ぐらいじゃないとできないですよね、21で出世したのかな、その子は、ね、そう、一応まだ首にはなってないみたいですけど、後々まで語り継がれちゃいます ね、 それね、そうですよ、自己紹介でほぼ初見の人たちの前で
いいじゃないですか、ね、果敢に笑い取りに行きますね。そうですよ、そうですよね、お二人のちょっと自己紹介って改めて今言われたらなんてします？あ、そうですね、仕事先でね、すごい名刺をいただくんですよ。あ、はいはいはい、でも名刺持ってないです僕、そうですよ、ね、芸人なんで、はいはい、だから名刺いただくときに、あ、すいません、僕はちょっと名刺を持ってないので、はいはい、博多華丸大吉の大吉の方でございます、はいはいはい、よろしくお願いしますぐらいの、もうそれで通じますもんね。そのぐらいのことを言いますね。趣味は何なの君はとか言われてどうします？詳しくはウィキペディアとウィキペディアか、ウィキペディア載ってますみたいな感じで、まあ、返すこともありますけど、はい、基本もそういう形式上の挨拶しか中年はやらないかな、ね、赤井さんはまだね、個人事務所だし、そうですね、いろいろ挨拶することもあるでしょうけど、どうやってするんですか？メカには弱いが下ネタには強い赤井玉緒です。何うまいこと言ってるんですか？本当にメカと下ネタ関係なさすぎるし、下ネタそんな強くないでしょ。確かに。ただ黙って、黙って聞けるってだけでしょ。そうですね。まあでもなんかそういう感じで、ゆったりね、中年になるとね。ちょっとそう、雑な下ネタが多くなったりするの。雑な、そうそう。どうしないとね、どうでもよくなって。スーさんはどうやって自己紹介するんですか？私も仕事なんですかって言われるのが今一番困って、雑務をって言ってます、ね。いろいろと雑務をっていう。物、うん、を書いたり、物を売ったり、そうですね、してますっていう。うん、喋ったりっていうね、うん、本当に困ります。ジェンスはそっからですから確かにね、っていうね、うん、まあいろいろありますけれども、まとめとしましては、うん、春は甘酸っぱい記憶とセットになっているイベントが多いと、うん、中年は知らぬうちにそれを見守る側になっております、うん、私たちに残された春といえば、うん、花粉症と眠みとお花見、うん、この3つでございます、うん、で、まあ、なんとかするならば、うん、例えば、うん、同窓会めいたお花見をして、うん、今みたいなね、話に花を咲かせ、うん、記憶の飴玉を舐め回して、うん、花がツーンと通ったら、まあ、それでいいんじゃないかなと。そうですね、知ってます、同窓会。あのね、うん、好きな人がいるんですよ。あ、でもすごい、頻繁にやってるんで、うん、何回かに1回出てます、ね、たまにね、うん、同級生で会いたいなと思う時あるじゃないですか、はいはいはい、あいつなどんな顔に変わったんだろうな、うん、でも自分が主催すると責任を負わなきゃいけないから、なんかね誰か誘ってくんないかなと思いながら、もうずるずる26年かな、ここ卒業して、うん、一回もないのでね、一回もないですか、機会があれ、うん、ちゃんとしたやつ一回もないですね。だからなんかね、行ける時に行っといた方がいいですね、中年は ね、 ね、同窓会 ね、 ね、はいですね、ではスーさん、はい、番組のお知らせをぜひ。はい、TBS ラジオで毎週土曜日夜7時から9時までの生放送です。週末お悩み解消系ラジオ、ジェンス相談を踊る。今週土曜日の放送、一緒に相談に乗るスパートナーは安藤博樹アナウンサーでございます。安藤さん、はい、そして相談を踊るが本になります、うん、書籍版ジェンス相談を踊る、3月22日ポプラ社から発売です、うん、今までの放送の中からえりすぐりの悩み相談を書き起こして再編集、その他に私ジェンスによる振り返り、さらにキリンジの堀米隆さんのスペシャルコラムなども掲載される予定です、はい、お値段は税込み1296円、 Amazon などで予約も始まっていますので、皆さんぜひ。そして発売日当日に番組初のイベント、ジェンス相談を踊る書籍発売記念、相談は草月ホールで踊るも、開催いたします。これでもチケット完売してるの、うん、はい、申し訳ないですけどね、うん、まあでもますます、とはいえスーさん、まあでも春は待ち遠しい、はい、うん、あのね、あれですか、ね、5月ぐらい、5月ぐらいがいい、めっちゃ切なくなる時期ないですか？え、5月ですか？5月とかなんかすっごい切なくなる時ない？5月めちゃくちゃ好きです。私2月が苦手なんで、もう通り越しました。ああ、そう、ああ、切ない月、中年の切ない月やりましょうか。中年の切ない月。僕ね、5月やばいですよ。5月が、5月病みたいな。5月病なのかな。5月がね、すごいなんか泣きそうになるとか。なんでしょうね。わかんないです。珍しいですね。新緑の季節なのでね。新緑見るとね、ちょっと来るんですよ。なぜだろう。ちょっと話しましょうか。はい、ぜひ、じゃあまた、よろしくお願いします。さあ、また来月の2週目、4月8日水曜日です。ありがとうございました。ありがとうございました。